ミランダこと、ジョアン・ミランダでソーザ・フィーリは、ブラジル・パラナ州出身のサッカー選手。中国、スーパーリーグのコーソネー所属、ブラジル代表。ポジションはディフェンダー、キャリア初期、編集コリチーバイ FC の下部組織を経て、2004年に、プロデビューし、パラナ州選手権で優勝した。その後 FC 訴訟で1シーズン過ごしたものの、活躍できず、2006年に、 ウルグアイ代表のディエゴルガーノの代役として、サンパウロ FC に移籍し、母国リーグへ復帰、2007シーズンには19試合を7失点に、抑え守備のようとして活躍した。アトレティコ・マドリード、編集2011年7月、スペインリーガー・エスパニョーラのアトレティコ・マドリードへ3年契約で、移籍、加入後すぐさまポジションをつかみディエゴ・ゴーディンと CB コンビを形成すると、 UEFA ヨーロッパリーグ制覇に貢献。2012から13シーズンにはリーグ戦を3位で終え UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得するとコパデルレー決勝のレアルマドリード戦では1から1で迎えた延長前半9分に決勝点となる勝ち越しゴールを上げタイトル獲得に貢献した。翌2013から14シーズンには失点を リーグ最小となる26失点に抑えアトレティコ28、シーズンぶりのリーグタイトルをもたらした。UEFA チャンピオンズリーグでは、FC バルセロナ、チェルシー FC などを破り、決勝へ進出。決勝のレアルマドリード戦でもスタメン出場を、果たしたが、1から4で敗れた。同シーズンには、リーガの最優秀ディフェンダーにもノミネートされた。インテルミラノ、 編集2015年7月1日、イタリアセリエ A のインテルナツオナールミラノへ移籍。2015から16シーズンには、ジェイソン・ムリー・ジョとコンビを組み安定したディフェンスを見せ4位で、シーズンを終えた。2016から17シーズンからは、副キャプテンを務めている、コウソソネー。編集2019年7月26日。 インテルとの契約を双方合意のもとで解消し、中国、スーパーリーグの高素ソネーへ入団することを発表した。背番号は25番。2007年、ブラジル代表に初招集された。2009年4月1日の2010ワット杯、南米予選のペリュー戦で代表デビュー。2014FIFA ワールドカップでは、 予備登録メンバーに選ばれたが、チアゴシューバや、ダビド・ルイスなどの存在もあって、本大会の登録メンバー外となった。2015年に、ルンガが、再び監督に就任すると代表に定着し、コパ・アメリカ2015では離脱したネイマールの代わりに、キャプテンマークを巻いた。2016年9月6日に行われた2018、W 杯、南米予選のコロンビア戦で代表初得点を挙げた。 2018年3月のロシア戦でゴールしたミランダ2019年7月2日、現在国際 A マッチ58試合3得点、コリチーバ FC サンパウロ FC アトレティコマドリード、ブラジル代表。ありがとうございました。